はい、ということで改めましてこんにちは、不動産 YouTuber のハッシーです。前回に続きまして宿所物件第2弾ということでこちらの物件をご紹介させていただきます。今回の建物も前回ご紹介させていただいたオリヌスさんと同じ姉妹店という形の宿泊物件となっております。で今回、見ていただくと前回と外観は結構似てますよね。そして建物につきましては今回も4戸1の連棟住宅の真ん中のお住まいとなっております。はい、お隣同士がくっついたお住まいですね。で前面道路はこちらになるんですけども、北向きで道路幅員はちょっと分かりにくいと思うんですけども、なんと 2.3 メーターですね。かなり道路幅は狭い、道路付けになってまして、ただ逆にほとんど車が通らないですね。はい、ということで早速ご紹介していきたいなと思います。この辺りも、はい、のれんは前回と同じですね。でこちらのですね、はい、建物につきましては木蓮というお名前をつけて、はい、宿泊施設として運用されていたという形になっております。ということで早速開けていきたいんですが、今回も同じく番号を押していただいて開けていただくタイプなので、お先にね開けてしまっているんですけども、それではこの扉開けさせていただきます。オープン。はい、こちらが玄関スペースなんですが、前の土間スペースと違いまして比較的コンパクトにまとめておられますね。この辺りの洋服を着ていただくフックはね、前回と同じなんですけどね。はい、でこちらが、はい、室内に入っていただく扉なんですけども、これがね実は結構重たくてかなり力がいるんですけども、開けていただきますとこちらが、はい、ダイニングキッチンスペースとなっておりまして、約 7.8 畳ほどですかねになっております。前回はね上がっていただくとすごい大きなカウンターキッチンがあったんですが、こちらは本当にねご家族だけでお泊まりしていただくような感じになってますね。でところどころ似たようなところがあるんですけども、こちら北側になるんですが、ソファーもねこういった形で備え付けになっています。ただこのねかけていただくところの奥行きは前回ほどないので、かけていただくとこんな感じで正面に液晶テレビがあるといった形ですね。前回ほどここはねちょっと実はゆったりはしてないんですけどね、こんな感じですね。はい、そしてキッチンがこちらになるんですけれども、今回こちらのキッチンに関しましてはミニキッチンですね。はい、コンロについては IH で前回と同じなんですけども、はい、ここの奥行きが横幅も含めてですけどもすごいコンパクトになっております。冷蔵庫は、はい、右手にございまして、コップなどは上に置いてあるので、そのままご利用いただくような形になっています。そしてキッチンの後ろ側にですね収納スペースがあるんですが、こちらはなんと洗濯機置き場になっておりまして、今現在ドラム缶がね、ドラム缶じゃないドラム式の洗濯機が置いてあります。はい、あまり見慣れないんでね、いらんこと言うと間違ってしまいますね。はい、でこちらですね引き戸がありまして、こちら開けていただきますと、こちらは約6畳の和室スペースになっております。はい、奥にですねちょっと見えますかね、坪庭があるんですね。また後ほどご紹介させていただきますけども、南側の障子につきましては雪見障子になっておりますので、このお庭からですね、雪が降れば坪庭を眺めていただいて、京都を満喫いただけるような、はい、和室スペースになっております。今回の建物につきましては北向きなので、こちらが南側になっております。はい、で奥から見ていただくとこんな感じになってまして、エアコンもね当然ながらついております。収納スペースがこちらに約半畳ほどあるんですが、今現在宿泊者さん用のタオルとかがねちょっと今乱雑に入ってるんですが、ここはね階段の下の部分になりますので、はい、天井高が低くなっております。そしてこの奥のですね
この木製の扉開けていただきますと、このお住まいにつきましては南側にトイレがついております。はい、手洗い場一体型の、はい、タンク一体型のトイレになっておりまして、上を見上げていただくと、はい、右手に小窓がついているといった形になっています。あとはこちらの、まあ、雪見障子も上げちゃってるんですが、こちら開けていただきますと、こういった形の壺庭スペースが現れるといった形で、これ見上げていただくとですね、こちらは南側になってくるので、ちょっと南側も高い建物が入ってるので、ちょっと日差しが入りにくいかもしれませんが、はい、こういうふうにライトアップされてるんで、風情を感じていただける坪庭がついております。続きまして1階の和室にもう一つ扉がありまして、こちらの引き戸を開けさせていただきますと、こちらが、はい、洗面室スペースになっております。奥行きが取れないんでね、ちょっとまあ、あの横に並んだ形で、あのまあホテルらしいですね、まあ、宿泊施設でよくあるあの洗面台が2つ並んでいる形になってまして、まあ、正面はね大きな鏡がついております。上はダウンライトで光を落としている形ですね。で、下の部分にも、まあ、こういうちょっとオープン型でアメニティを置いていただけるんですけども、こういうボックスがね今現在置いてありますんでね、はい、雰囲気はいいかなというふうに思います。で、ここがねちょっと腰掛けていただけるんですかね、はい、で前にタオル掛けがついておりまして、その奥がお風呂なんですけども、はい、こちら開けて、お、このお風呂はすごいですね。ね、今まで僕は営業させていただいた中で、このゆっくり浸かれるタイプで、この縦にねついてる浴室っていうのは初めて見ました。いや、これすごいですね。で、これ使っていただくと、このおそらくこう横の坪庭だと思うんですけども、まあ、格子になってるんでね、まあ、そんなに覗くってことはできないんですが、はい、あのちょっと立てながらお風呂なんですけども、十分足を伸ばしていただける全身浴ができる浴槽がついておりました。湯船に使っていただくとこんな感じです。意外とありですね。続きまして2階のお部屋のご紹介です。こちらの階段も新しく掛け替えされていると思うんですが、非常に上りやすい階段になっております。上がっていただきますと、はい、こちら約2畳ほどの廊下スペースを介してですね、ここも天井高が高い勾配天井になっております。上の部分にはトップライトがついておりますので、まあ、日差しが入りにくいこの廊下部分にも日差しを落とすような形で設計されてますね。はい、まあ、部分的に梁もこういった形になってますのでね、はい。そしてこちらの雪見障子のこちらのお部屋ご紹介させていただきますと、こちらは北向きで約5畳の和室スペースになっております。畳は6枚入ってるんですけども、広さでいくと約5畳ほどですね。はい、北側なのでちょっと日差しは少し弱いのかなって感じがしますけども、はい、天井高はちょっとね北側については若干下がってますけれども、まあ十分私の身長でも頭が当たらない高さになっています。そしてこちらが床の間スペースで、ここねちょっと開けることもできそうなんですけども、廊下につながってますね。そしてこちらが階段の上の部分の収納スペース、あ、なるほど、まあそらそうですね、あの収納スペースここしかないので、あのお布団がぎっしり詰め込まれてました。はい、まあ、そりゃそうですね。はい、でこちらが、まあ、ちょっとくつろいでいただけて、こちらに扉があるんですが、ここをね開けていただくと、こちらは2階のトイレスペースになっております。はい、ちょっと奥行きがねないタイプなんですけども、まあ、十分広さとしては申し分ないおトイレスペースになっているかと思います。そして反対側、
南側にもお部屋があるんですけども、このお部屋も同じく雪見障子を使っておられますね。ちょっと内々なのでね、あまり意味がないような気もするんですけれども、はい。でこちらが約 5.6 畳の和室スペースになっております。上を見上げていただくと同じく勾配天井になっておりまして、一部ここにですね、はい、床の間がついてるんですね。はい、まあ板間と言った方がいいんでしょうか。はい、そこも含めますと約 6.6 畳ほどの広さにはなるんですけどね。はい、上を見上げていただくと梁がむき出しになっております。奥にですね、観音開きで開けていただく収納スペースがありまして、こちら開けていただきますと中棚がついた押し入れタイプになっておりまして、宿泊者さん用のお布団が、はい、しっかり敷き詰められているといった形になっています。で今回このお住まいにつきましては、ここもね、雪見障子なんですね。開けていただくと、はい、1階の坪庭を眺めることができるんですが、今回このお住まいについてはバルコニーがありません。なので、あの、洗濯機やドラム式で乾燥機がついてるんかもしれませんね。はい、上から見下ろしていただくとこのような形になっています。はい、秋のシーズンになるとこのね、モミジの木がすごく紅葉をね、示してくれるのかなって感じがしますね。で南側は結構高い建物ですね。なのでちょっと日差しは望みにくいのかなという感じがします。はい、ということで以上がですね、京都市東山区にございます、はい、町屋をリノベーションされた宿泊施設のご紹介になります。はい、ということで今回は京都市東山区から町屋を改装した宿舎物件を2件ご紹介させていただきましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。土地面積はどちらもわずか13坪の狭小地、外観も全く一緒でしたが、室内特に1階は全然違いましたね。個人的には吹き抜けの取り方がとても勉強になりました。1軒目の物件は厨房を中心に友人と楽しく過ごすことができそうですね。2軒目はちょっとお風呂の取り方が斬新すぎましたが、観光で来られたファミリー層にちょうどいいのかなというふうに思いましたが、皆さんはどちらの方が良かったですか。立地面についても非常に便利で、交通機関も近く京都を観光するのに便利です。ちなみに天気が良い日はこうして鴨川沿いを歩いていけば繁華街まで徒歩13分ほどです。残念ながら宿泊事業はコロナ以降休業されており、今回は売却物件としてのご紹介になります。引き続き宿泊事業をご検討の方からのお問い合わせをお待ちしております。そんなわけで動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたら、こちら弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。その他売却したい不動産をお持ちの方からのご相談もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、観光で宿泊するならどっちがいい。本日もご視聴いただきありがとうございました。